この鉢植えブルーベリーは12月上旬の状態で、葉はまだ紅葉しています。紅葉とともに花芽が膨らんできます。花芽は丸まった形となり、葉芽は尖った形をしているので見分けがつきやすくなります。花芽を作るには樹勢が強く健康状態の良い葉がついていることが必要です。花芽と葉芽の生育状態を葉の裏側の付け根を見て確認してみました。花芽は赤く、まだ膨らみは見られません。葉芽の付け根は赤みがあり、尖った先は焦げ茶色をしています。1月上旬の状態です。紅葉はほぼ落葉しました。花芽と葉芽のついている状態が見れるようになり確認できます。ブルーベリーの花芽は枝の先端につき、それより下には葉芽がつきます。この枝は先端の花芽が膨らんできました。その下には尖った焦げ茶色の葉芽が成長しています。このブルーベリーは鉢植えしてから5年目になります。果樹も成長が進み、毎年実をつけます。今年も枝の先端部に花芽がついています。2月頃になるとさらに花芽は大きくなります。花芽は3月下旬から4月上旬に花芽が崩れ、小花が現れ、4月の下旬頃には咲き始めます。一つの花芽に10個ぐらい小花がつき、小花が一つが1個の果実となります。このように花芽は短い枝によくつきます。葉芽は枝元付近から先端付近まで芽が見られます。葉芽の付け根あたりは焦げ茶色ですが、皮を突き破って先端に尖った球状の芽が今後姿を見せてきます。ブルーベリーの花芽が膨らみ大きくなる頃、葉芽からも芽が吹き、葉が尖って縦に沿って出てきます。花の開花とともに葉の中からも枝が出てきます。5月下旬には2、3本勢いのある枝が次々と出てきます。